こんにちは。お米デンタルクリニック院長の舞香と申します。よろしくお願いいたします。本日は、メンテナンスのご予約ということで、お間違いないでしょうか。はい、初めてのご来院ですよね。はい。当院のメンテナンスなんですけれども、歯の状態確認をする検診の後に、歯石や歯垢を除去して、お口全体のクリーニングを行います。最後に、セルフケアの指導を少しさせていただくという流れで、はい、本日は進めさせていただきます。で、はじめにご記入いただきました検診票ですと、前回の検診日が空欄だったようなんですが、大体でもいつ頃だったかってお分かりになりますか？あ、検診は緊張するから初めてご予約いただいたんですね。うん、ありがとうございます。OK です。はい、じゃあ歯のクリーニングも、うん、あ、結構前か、記憶にないから初めてかもしれない。はい、かしこまりました。うん、トラウマがあって歯医者さんに行く勇気がなかなか出なかったんですね。そうですね、こちらにもすべてのこう機械音が苦手だっていうふうにご記入いただいたんですけれども、うん、その虫歯治療の際の、うん、音と痛みがトラウマの原因だったんですね。なるほど。モーターの回る音も耐えられないくらい。なるほど。辛かったですね。うん、
しましたら、今回は電動の機械を使わずに、すべて手作業で進めさせていただきます。特別な技術ですので、他の歯医者さんで受けるクリーニングとは異なるかと思うんですけれども、当院は歯だけでなく、心も健康になるような空間を目指して、ご覧いただく皆様に寄り添った治療やメンテナンスを行っておりますので、どうぞご安心くださいませ。特に気になるのは虫歯がないかどうか、うん、今どこかの歯が痛むっていうわけではなく、歯医者さんが久しぶりだから不安なんですね。はい、かしこまりました。では今お伺いした点も含めて、本日は全体的に丁寧にチェックさせていただきますので、どうぞリラックスしてくださいね。眠くなったら寝ちゃっても大丈夫です、はい、結構寝ちゃう方多いですよ、じゃあエプロンをつけさせていただいて、お椅子を倒したら歯の状態確認始めていきますね。はい、ではエプロンつけますので、お首元を失礼いたします。苦しくないですか？はい、それではお椅子倒しますね。はい、お首の位置辛くないですか？はい、ずっと開けていると横の部分が乾燥してきてしまうので、保護するためにクリームを塗りますね。はい、軽くお口開けてください。ではお口開けてください。はい、右の上からの状態をチェックしていきますね。15、1番がなくて7番丸、6番、5番、43が射線の2番丸で、1番が射線で体側に行って、1番が
ついたら楽にしてください。次は清掃状態の確認ですね。磨き残しがないかのチェックになります。じゃあ口開けてください。清掃状態は2番ですね。石器の沈着2番かな。その他はちょっとお口の中全体をチェックさせてくださいね。特に粘膜の問題なさそうですね。はい、じゃあ一旦お口楽にしてください。次は歯周病のチェックになりますので、歯茎の状態を確認していきます。はい、歯と歯茎の間に器具を入れていくので、もしも痛みを感じたら手を挙げて教えてくださいね。ではお口開けてください。はーい、椅子を起こしますので、お口ゆすいでくださいね。お疲れ様でした。お口開けっぱなしで疲れてませんか？大丈夫ですか？今回の検診結果なんですけれども、まず心配されてた虫歯について、明らかに虫歯で大きく穴が開いているような箇所はなかったので、ご安心ください。はい、ただ歯石が溜まっているところが結構あって、特に上下ともに前歯の裏側部分に多くこう溜まっている状態でした。とても珍しいことっていうわけでもなく、やっぱり磨きづらい部分なので、前歯の裏側は歯石が溜まってしまう方多くいらっしゃいます。この後にね、お口のクリーニングをして、最後歯磨きの指導を少しさせていただきますので、
今夜の歯磨きから少しずつ意識して改善していただければと思います。はい。で、検診は以上で、終了になるんですけれども、ここまでで何か気になることですとか質問ってございますか？思ったより緊張せず終わりました。よかったです。じゃあ、その調子で肩の力を抜いて、はい、ふーっとリラックスしていてくださいね。はい。じゃあ、もう一度イス倒して、お口と、口の中ですね、歯と舌のクリーニング、はい、行っていきます。お首の位置、辛くないですか？はい。では、歯石の除去から始めていきます。痛かったり、何か違和感があった場合は、遠慮なく手を挙げて、教えてくださいね。はい。では、お口開けてください。はい。あー。通常は、超音波でお水を出しながら、大きな歯石を歯石から取っていって、器具を変えながら、細かい歯石も綺麗に除去していきます。楽にしてください。では、お口開けてください。歯の表面や歯石を放置すると、虫歯や歯周病の原因となってしまうので、丁寧に優しく汚れを落としていきますね。気になる前の歯垢の状態であれば、歯磨きで除去することが
ようなので、歯磨きを丁寧に行って歯垢を溜めないようにしましょうね。ちょっとお口辛くなってきたかもしれませんけど、もう少しで終わるのでリラックスしていてくださいね。では一度お水で流しますね。とても綺麗になりましたよ。綺麗に、綺麗に吸い取って、じゃあ一旦お口楽にしてくださいね。歯石が取れましたので、次はブラシで磨いていきます。この大きめの歯ブラシと小さなタフトブラシの2つを使っていきますね。口開けてください。モーターが回る音も苦手っていうことだったので、こちらも手で優しく磨いていきます。幅が一つのこの小さなタフトブラシは、普通の歯ブラシでは毛先が届きにくいところの清掃に適しているので、歯ブラシで磨いた後にこのタフトブラシでさらに仕上げてあげると、それなので歯ブラシ選びって難しいですよね。じゃあ一旦お口楽にしてください。
時に歯と歯の間をフロスで磨いていきますね。開けてください。はい。この歯と歯の間はどうしても歯ブラシだけでは綺麗にできないので、デンタルフロスや歯間ブラシなどのアイテムを使ってあげてくださいね。丁寧に丁寧に歯と歯の間を磨いていきます。ではもう一度お水で流しますね。楽にしてください。じゃあ少しだけ舌も磨きますので、お口開けてください。歯は強く磨くと表面を傷つけてしまうので、優しく優しく磨いてあげます。優しく優しく磨いてあげます。仕上げに虫歯になりづらくなるようにお薬塗っていきますね。はい。口開けてください。ちょっとお口がね、疲れてきちゃったかもしれないですけど、もう少しで終わりますからね。はい。丁寧に丁寧にフッ素をね、塗り広げて、丁寧に塗って、
今お薬塗ってるので、この後30分ほどは飲食をお控えください。はい、クリーニングお疲れ様でした。疲れてないですか？ちょっと眠たくなるくらいリラックスできた。じゃあ最後に歯磨きについて少しお話しさせていただきますね、はい、まず歯を磨くときは優しく細かく動かすことが大切です。力を入れて磨くとぐーっと毛先が広がってしまって歯に当たらないんですね。これでは汚れをかき出すことができないので、なるべく鉛筆を持つようなこういった形で優しく歯に当てて磨いてあげることがグーだとどうしても力が入ってしまうのでご注意ください。歯ブラシの当て方なんですけれども、横磨きで歯と歯茎の間を磨いてあげる、縦磨きで歯の表面を磨いてあげるという形になります。横磨きは歯と歯茎の間に斜め45度で出てあげて、細かく細かく磨いていきます。大きく動かすのではなくて、細かく少しずつ、細かく少しずつです。縦磨きは一本の歯に対して側面、正面、側面の3方向から磨いてあげます。奥歯の方なんですけれども、ここのところですね、磨き残しが大変出やすい部分になっているので、意識してしっかりと汚れをかき出してあげてください。丁寧にかき出すような感じ で、裏側の歯ですね。裏側は基本的に縦磨きでこう磨いてあげるような感じで、縦ですね。で、前歯の裏側の部分は特に磨き残しが出やすいので、先ほども歯石が多く溜まっていたので、この部分は奥歯同様、ここと一緒ですね、しっかりと意識をして書き出してあげるようにしてください。最後に噛む面ですね。噛む面も優しく磨いてあげます。よいしょ。舌を戻して噛む面も優しく磨いてあげます。まあ、磨く順番は特に決まりがないんですけれども、もうあんまりね、こうここ行ってここ行って、次ここここここと、こっち行ってあっち行ってってやってしまうと、どうしても磨き忘れが出てしまうと思うので、こう自分で流れを決めて順番に進めていく方が磨き残しもなく綺麗に磨けるかなと思います。今お伝えしたポイントに気をつけていただいて、今日から歯磨きを改善してみてください、はい、で、最後ですね、歯磨きが終わってお口をゆすぐときに、歯
歯磨き粉に入っているフッ素が流れ切ってしまわないように少量のお水で少しだけゆすいであげるような感じで、はい、そこも大切です。歯と歯の間、あ、そうですね、歯と歯の間はどうしても歯ブラシでは磨けないので糸のフロスを使ってあげるようにしてください。セルフケア用に歯ブラシや歯磨き粉も販売しておりますので、お帰りの際受付でご覧ください。何か他に確認しておきたいことなどございますか？大丈夫ですか？はい、じゃあお口を閉じて、綺麗な歯並びですね。メンテナンスお疲れ様でした。口の中すっきりしましたか？丁寧に普段歯磨きを行っていても歯垢が口内に残ってしまうことはありますので、自分で落としきれない汚れだったり歯垢がどんどん毎日蓄積されていって、それが歯周病につながってしまうケースが多く見られますので、定期的にメンテナンスに来ていただくことをお勧めいたします。そうですね、 3,4 ヶ月後を目安に来ていただければと思いますが、忙しくて難しい場合でも半年に一度は必ずお口の中を確認させていただきたいです。歯医者さんって何か問題が起きてから行くっていう方がほとんどなので、どうしても痛かったり辛かったりっていうイメージで行きたくない場所になってしまいがちなのですが、予防歯科を心がけていただくと歯もずっと健康でいられると思いますので、ぜひ定期的にメンテナンスにお越しください。今日で歯医者さんの苦手意識がなくなった、はあ、とっても嬉しいです、はい、それでは次回のご予約もお待ちしておりますね、はい、ありがとうございました。